アルマビルは、アルメニア西部の都市、アルマビル地方の中心都市である。ソビエト連邦時代は、ホクテンベリアン、オクテンベリアンと呼ばれ、さらに1932年以前は、サルダラバード、サルダラパト、サルダルイコールアパドとも呼ばれた。人口は1989年国勢調査時で46,900人だったが、2001年、 国勢調査時で32,034人、2008年の推計では26,387人と急減している。ロシアのクラスのダール地方にも同盟のアルマビル氏があるが、これは19世紀にアルメニア人によって建設された都市であることにちなむ。この地では紀元前5000年から6000年頃に人が住み着いた。この年代に作られた 国曜石の石器、青銅器、陶器などが出土している。その後、紀元前1980年に街並みが建設され、ウラルトゥオーアルギシュティ一世はこの地に、アルギシュティキュニリーという要塞を建てた。紀元前331年に、アケメネス朝からアルメニアがオロンティド朝として、独立すると、アルマビルはその首都に選ばれた。 この地ではギルガメシュに関する序子詩をエラム語で綴ったアケメネス朝時代の年度版が出土しているほか詩人兵士オドスやエウリピデスの詩を刻んだコイネーの石踏みも見つかっている。歴史家モブセス・ホレナチによるとアルメニア王国の最初の首都はアルマビルであった。彼は紀元前149年頃バガルシャク王がアルマビルに パルティアの植民地を築いたこと、そしてこの地に宗教施設を建てたことなどの伝承を受け継いでいた。また、彼は、紀元前90年から紀元前36年にかけて大いについていた。ティグラネス2世がクレオパトラ7世への復讐のため、パレスチナに遠征団を派遣し多くのユダヤ人を捕虜にし、この地で開拓に従事させたとも述べている。ユダヤ人らの開拓地は、 その後、現在のトルコ国境付近の村、イエルバンダシャトに移ったが、アルタクシアス一世の時代に再び、アルマビルになった。紀元360年代には、ペルシャ王シャアプール二世がアルタシャトから3万人のアルメニア人と多くのユダヤ人を引き連れこの地に、攻め入った。そのうち、後者は、ティグラネス王によって、パレスチナから連行されてきた者たちだった。 この攻撃により、街は無残なまでに破壊された。645年に、アラブに占領されるまで、アルマビルは、セレウコスアサ、アルサケスアサ、パルティア、アルメニア王国、ローマ帝国、サンサーアンアサ、ビザンティン帝国など多くの勢力から影響を受けた。アラブによる統治は800年から825年、頃まで続いた。9世紀には、 サージュ朝に支配され、次はバグラティオニアサが統治した。1045年にはビザンティン帝国がこの地を奪還したが、1064年にセルジューク朝に割上し、地名もセルダラバードに解消された。その後、セルジューク朝が衰退すると、グルジア、アゼルバイジャンのアタベクホラズムシャー朝に活動された。1239年にはモンゴル帝国が占領し、 1256年にイルハン朝の管轄となった。その後も1353年にはチョバン朝、1357年にはジャライル朝、1388年には黒羊朝と支配勢力が転々とし、1400年にティムール帝国の支配下になったものの7年後には黒羊朝のカラユスフが奪還した。ティムールの統治者、 シャールフは1421年と29年の二度に、渡りこの地を攻略したが、47年には再び、黒羊朝のジャハーン・シャーが占領した。黒羊朝による統治は、白羊朝のウズン・ハサンがこの地を征服する1468年まで、続いた。白羊朝は黒羊朝のライバルであった。しかし、白羊朝による統治も長くは続かなかった。 1501年には、サファービー朝の祖、イスマイール一世がこの地を征服した。1514年、34年、48年、53年と4度に、渡って、オスマン帝国が一時的に占拠した後、1585年に、アルマビルは、完全に、オスマン帝国に落ちた。1603年には、サファービー朝のアッバース一世が奪還したものの、 1635年から36年、1724年から36年と、時々は、オスマン帝国に支配された。1804年から13年にかけて、ロシア帝国が、ペルシャ帝国に攻め入ると1826年に、ペルシャ帝国がアゼルバイジャンをロシアから奪還した。それが、引き金となり、ロシアペルシャ戦争が勃発した。 この戦争ではロシアが勝利したが、司令官のイヴァン・パスケービッチ将軍はアゼルバイジャンのみ、征服できなかった。1828年のトルコマーンチャーアイ条約により、この地域の支配権はペルシャからロシアに移った。1840年には、アルメニア州のセラダラバード軍からエレバン県と行政区画が変わった。1917年の2月革命で帝国が、 滅びると、この地域は、ロシア臨時政府特別ザカフカース委員会、さらにはザカフカース民主連邦共和国の支配下に、入ったがそれらはいずれも短命に終わった。1918年5月に TDFR が崩壊すると、アルメニア共和国が成立した。その直後、オスマン帝国が攻めてきてこの地で戦いになった。そこでは、アルメニア側が浸昇したが、 オスマン帝国は当時勃発していたコーカサスキャンペーンを控えエレバンを占拠し1ヶ月後にはアルメニア側へバトゥミ条約への署名を強要しエレバン圏の大部分を獲得したムドロス休戦協定によりオスマン帝国陸軍がこの地から去ると1918年11月にこの地はアルメニア共和国に復帰した 1920年11月29日、赤軍第11軍が共和国内に攻め入り、12月4日にはアレクサンドローポリ条約により早々とアルメニアを共産化した。この条約は1921年10月13日のカルス条約に引き継がれた。1935年には、地名も10月革命にちなんで北天ベリアンと解消された。 アルメニアがソ連からの独立を宣言した2年後、北天ベリアンはアルメビルへと解消した。サッカークラブのアラクス・アルマビルが本拠地としている。ありがとうございます。